やっぱり早々にこう優勝争いからこう脱落してしまったっていうのはこう反省すべきというか、まあ、ファンの皆さんの期待には応えれなかったなと思いますけど、あの、まあ、そのクライマックスっていう試合がありますんで、そこに向かってあのファンの皆さんにもこう応援していただきましたし、あのそこに向かってこうチーム一丸となっていけたのはあのすごく良かったんじゃないかなとこう思っているところです。相手より1点多く取ることだと思います。もう単純にも、まあ、気持ちだとかいろいろあるとは思うんですけど、とにかくこう勝ちっていうのにこだわってあの1点でも多く取るっていう気持ちがこう、まあ、大事なんじゃないかなと思います。まあ、向こうのホームでこちらビジターになるわけですけど、まあ、1回の表から攻撃できるっていうところを生かして、まあ、どんどんこう攻めていける風に戦っていけたらいいなと思います。7対2で最高のゲームが勝ちました。